はい、こんにちは、たけし農場です。はい、恒例のね、種まきです。で、今回はつるなしインゲンですね。つるなしインゲン、これさつき緑っていうね、うちの母がこれだいぶ前に買ったやつじゃないかなと思うんだよね。これは、JA かな、あ、滝だね、滝のつるなしインゲン。あ、これコーティングしてありますね。それとこれも JA の種だね。これはあ清原種苗農場って書いてあります。東北種苗ですね。宇都宮市東町って書いてあります。でも生産地はアメリカなんだよね。アメリカで、作っているそうです。で、中間地だから4月から9月、8月、9月の頃まで巻けるのかな。結構長く巻けるんだね。でも全部巻いちゃいます。何回にも巻くの大変なんで。まだ足んなくなったらね、巻けばいいですからね。はい。よっこいしょ。あ、これもコーティングしてありますね。はい、豆の形はほとんど同じですね。はい、適当にシャッフルして巻きたいと思います。はい、つるなしインゲンですね。はい、これが最後になります。最後の種巻きです。それとネギがね、今のところ調子悪いんで、ネギを巻こうかなと思ってます。ネギの種はね、まだ買ってきてないんで、ちょっと行くんちか間空くと思います。明日は千葉行っちゃうし、明後日は27日は種まきなんで、まあ28日行こうかなになると思いますけどね。負けたらネギですね、ネギの種まきをやりたいと思います。はい、じゃあ動画の方はね、一回止めます。はい、じゃあね、畑来ましたので、これからいつものようにね、畝を立てます。で、今ビデオを撮ろうとしたらね、バッテリーがなくなりそうだったんで、新しいバッテリーに変えてきました。進んで、雪の先から接種ないぞ。すごい。よいしょ。はい、畝上げ終了しました。で、昨日ね、関東地方一日雨降ったんで、結構
畑湿ってるかなと思ったんだけど、それほどでも ないですね。もう翌日の午前中にはね入れますしね。まあ今11時半なんでお昼近いですけど、うん、朝はちょっと入るの、うん、どうかなと思ったんだけど、うん、まあお昼近くになればね半日ぐらいで入れるようになりますね。でまだ夜水はちょっと残ってます、夜水はちょっと残ってますけどね、翌日入れますんで、まああまり降らなかったのかな量としてはね。まあでも久しぶりにね、降った雨なんで、恵みの雨であることはあるんですけどね、うちの畑にとっては大したことなかったのかななんて思っております。はい、じゃあこれからね種まいていきます。どうしようかな、余ったら止めちゃおうかな。とりあえずこの畝をまあこれで巻き切ればね、巻き切っちゃいますけど、うん、種余ったらここで一回止めます。
はい、巻き切りましたね。でコーティングしてあるし、種大きいんでね、はい、ちょっとどんな風に巻いてあるかね、撮りたいと思います。ちょっとカメラこのまま移動しちゃいます。よっこいしょ。はい、この辺から任さってるはずだね。よっこいしょ。あ、こっちじゃないよ、全然違うところを映してた。よいしょと。赤いのが入ってくればね、あ、これですね、この赤いのね。これを大きくすればいいのか。はい、最大ズームで、はい、こんな感じでね、2、3センチ間隔かな、で巻いてあります。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ戻しちゃいます。まあ、適当です。でこれも鉢上げしちゃいますんでね、本葉が出始まったら鉢上げしますので、このままずっとね、収穫ってわけではないので、ある程度アバウトに、巻いてあります。よいしょ。はい、じゃあこの後ね、土をかけます。袋終了です。はい、この後ね、やはり水をかけると隙間にね土が入りますので、落ち着きます。そのためね、換水します。失礼。
はい、インゲンのね、つるなしインゲンです。今日巻いたのはね、つるなしインゲンの、種まき終了です。で、昨日ね、24日に雨降りましたので、もうしばらくね、冠水必要ないと思うんでね、この後ホースを片付けたいと思います。で、種の方はね、だいたい予定していた種全部巻き終わりました。あとそうですね、手前の残ってるところに、ネギですか、ネギをの種を巻きましょうかね。これまだ買ってきてないんですけど、ネギ今朝見たらあまり調子よろしくないので、やはり、腐敗病かな、腐敗病が出たネギをそのままよ違う場所にね、場所に植え替えてもやっぱりダメなんですね。病原菌が残ってて、あまり元気良くないんで、まあ食べられればそのままにしとくんですが、また新たにね、苗を作って、植え替えをやりたいと思います。はい、そういうことでね、一連の種まき作業はこれで一旦終了になります。はい、お付き合いありがとうございました。